本日のテーマは現在の活動です。それでは NC 比嘉さん、よろしくお願いします。はい、今日もあなたにイノベーションというところでよろしくお願いします。本日はですね、トラムで未来を作る会から富本実さんと樋口豊さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本当に2回とも、はい、すごいまた深い話をですね、この沖縄の、未来についてっていうところにつながってくると思うんですが、まあ、そういったお話をいろいろ伺わせていただいています。で、今回メインテーマが、現在の活動というところなんですが、このトラムで未来を作る会って何なのっていうところにまず、話がいくと思うんですが、いわゆるですね、未来型路面電車、これの実現に向けてですね、もう20年以上この講演だとかいろんな活動で、まあ、奔走されている、そういった団体なんですね。いわゆる県民の暮らしを支えて、まあ、地域を発展させる鉄道、それがいわゆる未来型路面電車なんだということになります。なので街づくりと一緒なんですね。しかもそれは街づくりというと例えば名護市だけとかになっちゃうんですけども、この電車なので路線なので、もう、沖縄でいうと北部と南部一気につないでしまおうと、そういったことになります。なのでこのその中には今 の、 その社会課題、いろんな医療福祉であるとか高齢化であるとか、その貧困であるとか、まあ、そういったところにですね、一気に寄与できるような、まあ、そういった重要なお話なんだというところになります。でですね、この未来で、このトラムを作る会のですね、まあ、パンフレットがあるんですけども、それをちょっとざっくりご紹介したいと思います。まずですね、この近未来、私たちはどんな街に暮らしているでしょうか、まあ、そんな問いかけから始まってます。私これを見た時ドキッとしました。なぜかというと、こんな問いかけを自分自身に、自分の家族に、自分の周りに少しでも思っている人ってどれぐらいいるんだろうと思いました。もう自分たちはじいさんばあさんだと思うより、大切な子が孫たちがどのような未来を生き、心豊かな暮らしをしているか考える必要はないでしょうか。まさに今このコロナ禍の中でこれを考えなければ、もう未来永劫、すごい難しい、そういう岐路に立たされているのがまさに今なのかなと思います。で、そんな中でですね、じゃあその路線、未来型路面電車ってどういったことがあるのっていうところです。これですね、まずかっこいい、安い、便利、そういったことを、そういった電車をですね、何本も何本も走らせることができると。で、道路からそのまま乗れる、階段もエレベーターもいらない、あちこちの駐車場があるので遠くまで歩かなくても乗れる、ベビーカーも自転車も車椅子に乗ったままでも乗れる、路線があるのでどの道の、どの方向に走っているかも簡単に分かる。しかもですね、この初日にお話あったんですけども、車椅子でも直接乗り込めるっていうんですね、いわゆるダイバーシティ、誰もが多様性のある社会の実現においてもすごい、プラスになるようなことなんだということです。で、そんな電車が何本も街の中に走ってですね、他の交通機関との乗り換えも便利に、やっていけば、まあ、マイカーを使わない移動が大幅に、まあ、楽になっていく。建設コストも鉄道の中では最も安く作れるので運賃が安くなり、小さな県でも長期的な維持や運行が可能な交通機関、そして何よりも鉄道には延々と続いていく線路があるので、旅情、あとは、教習が湧いてくると。やがて街中を、まあ、走る線路に沿って住宅や、商店ができ、買い物もしやすい新たな街が生まれる。なので今はその沖縄は、観光客が来ない苦しいよっていうのが、まあ、現実かもしれないです。ただもうそういったことが北部と南部一気に縮めてくれる、うん、南部に飲みに行ったらホテル借りなきゃいらないわけですよね、うん、ちゃんと終電に合わせて帰ってこればいいだけの話なので、うん、実際この富本さんのお話の中で他府県でそういったことを実現するとむちゃくちゃね、のんべえ増えたとただこれは同時に そこでストレス発散ができて移動距離がものすごく伸びていると、そういったことになっていると思うんですよね、うん、まあ、そういったものを実現したい、うん、鉄道が大事なんですよというお話をすごい普及している、そういったものがそのこのトラム、トラムで未来を作る会の活動になります。で、そんな中でですね、このやっぱりこの新型路面電車実現に向けて現在必要なことっていうのは富本さんに伺いたいんですけども、やっぱりズバリどういったことなんでしょうか。そうですね、はい、名護市役所よりも、はい、元部長よりも、はい、それから女さんよりも、はい、
住民の方がずっとしっかりコストとか利便性だとか、そういうもう理論武装しておくことですよ。でなぜやらないのと。実は平成13年の稲嶺県政の時の調査報告書は、読谷からね、那覇空港までは西海岸バイパスが開通するから、58号線は線路を想定してるんですよ。58号線の線路を嘉手納まで引っ張ってこれたら、嘉手納から伊北はガラガラでしょう、道路。そうですね、単線化してもですね、今の路面電車は時速100キロは出ますからということは名護と那覇の人口が平準化してくるんですよ、で車に使ってる年間2000億を超す経費を、これが地域経済の中に何百億か入っていくはずです。もっとこの平均化図れるということですね。そうです、場所のこの何て言うんですかね、不平等が起きにくくなるというか、本当に自分の人生をカスタマイズできるといいますか、選びやすくなりますね。これ逆にその何て言うんですかね、この樋口さん的にはこの課題を達成するためのなんかこの重要なポイントっていうのはどういったことと感じているんでしょうか。やっぱり豊本さんと同じように、県民一人一人が、どういう沖縄の未来だったらいいかなとか、今の自分の生活の逆に不便さ、例えば子どもたちでもですね、通学のバスがなかなか来ない、時間通りに来ない、それから遅刻してもバスが遅れたことで遅刻しても遅刻証明が出ないとか、小さな話ですけど、発想の原点はそういうところからです、運賃が安くて時間に正確で分かりやすい鉄道がある、それから私はちょっと足をちょ痛めているんですけど、階段を上ったりそれから地下に降りたりっていうことが少ない方がいいんですね。それは高齢化社会が今進んでいますから、お年寄りたちの生活がの数が増えていくと思いますから、その点から考えても使いやすい公共交通があるということは喜ばれるんじゃないかなと思うんですね。だからこれね、皆さんに放送を聞いていらっしゃる皆さんにお願いしたいのは、誰かがやってくれるではないんですよ。政治家がやるとか行政がやるとか言ってる限りは多分ダメだと諦めた方がいいと思います。厳しい言い方をしますけど、一人一人が、特に沖縄の人たち、一人一人がやっぱりこうありたい、こういうふうなものがいいっていうことを豊本さんが言ったように理論武装することです。その理論武装したもので行政を動かす、政治を動かす、あんたちゃんとやってくれなかったらもう投票しないよっていうことであれば政治家は頑張るはずなんですよね。そういうようなことではないかなと、その延長上に、電車の走る未来が来るのかなというふうに思います。これ最後にちょっとお伺いしたいんですけども、以前沖縄過去を振り返っていくと、実は沖縄は自分たち鉄道を作ったんだと、50キロぐらいですですよね。そういったお話があるところで、なぜ今できないのかっていう、そこの違和感っていうか、いやこれはやっぱし、なんていうかな、戦後の沖縄県民の気概が薄くなったからでしょ。最初に薄くなったのはね、やっぱり公務員ですよ。でね、やっぱし選挙だけで政治は作っていちゃいけないんですよ。やっぱり政治っていうのは未来を自立することだと思うんですよ、一番。そういう仕掛けをするために、議員や行政が勉強しないなら、まず皆さんが勉強して、で自分たちの中から代表を選んで作り出すべきですよ。議員との勉強会もやりました。行政とも話し合いしました、逃げますよみんな。だからそういう逃げない状況は皆さんがもっと知ることなんですよ。世論形成ってですね、そうですね。なんかやっぱり今のお話もすごい、このお二人の話をずっと聞いてると、一番重要な根幹に入ってくるのはやっぱり何ていうんですかね、この土地への執着心とか土地に対する愛とか、そこが結局この自分の周りに対するどういうふうな未来を作っていくかっていうか、そこに生き続けていくところが、やっぱ結果いろんな問題をちょっとずつでも解決していく、そこの一つに未来型電車、そこを一つのポイントになってくるのかなというようなお話ですね。なのでまず自分たちで、頼らないということですね。まず自分たちでできるところから
少しずつ必ずやっていこうと、人任せにしないというのが大事なんだというところでしたね。はい、そうです。はい、本日のゲストトラムで未来を作る会会長富本実さんと事務長樋口豊さんへのご連絡先はトラム未来を作る会でネット検索お願いします。 LSM プロジェクトのホームページではラジオの過去放送も聞けますので、LSM プロジェクトとはで検索をお願いします。本日は以上になります。 See you!